ヒカルスタイルで踊ってしまう。価格が狭いやつな。いつオートマティックで。やったら狭いからね。何年前だよって話ですよね。高校生中のせいぐらいでしょ。うん、15年くらいだよね。うん、そうなんだ。もしかしてもっと前だと思う。まあいいや。どう思うね。はい。今日はホテルを都心部に移動してですね、うん、はい、まあもうあとは編集はもう終わり次第いけるっていうことで、パチンコにね、そうね、はい、僕のあと編集ノルマもあと1本なんだ。あ、やったぜ。あと1本、多分全部込み込みで4時間ぐらいかな。アップロード終わりまでね。早くうちに行きたいんだよね。はい、そうね、はい、とカフェ行って編集やりましょうか、はい、そうしましょうね、うん、寒いっすね、今日は。あ、そう、あ、うん、出なかった、外。あ、そう、20度いかないみたいなね。あ、マジで。はい、寒いな。結構できます、福島は。ね、はい、うん、勉強の仕事でもいいや。オッケー、行ってきます。行ってきます、はい。はい、どうも。はい、どうも。お疲れ様でございます。今日はですね、まあ、はい、昨日まで泊まってたところとはちょっと移動してきて、うん、はい、都心部の方に来ましたね。来たね、もう駅前だね。福島駅の目の前の、はい、うん、ですね。ですね。で、部屋も狭くて、結構14連泊なんですけど、そう、ダブルベッドということで。そこだよね。そこだよね。随分嬉しそうですね。違うわ。誰が喜んでんだお前。この顔見て喜んでないわ。いやいやいや、うん、ホテル自体はすごい高級感のところなんですよ。いや、そうよ、うん、大浴場ってね、うん、あ、すごいですよ、うん、楽しみなのね。要素もたくさんあるんだけどさ、うん、あるんだけど、ダブルベッドって、いやいや、なんか新しい発見があるかもしれないんでね、この14連泊で。そうだね、いい方向に転がってくれるといいなと思うんですけどね。出てる頃には、うん、今後ずっとダブルベッドにしようと言ってると思います。相当な価値観変わってるからね、それって。俺、うん、本当に。まあでもいいよ、これはこれでね。じゃあまあ旅の何醍醐味だっていうことでね。そうですよ、もう受け入れてる準備はもうあるんですけど、あるけど、ギリギリまで僕はダブルベッドでガラコちゃんと一緒に寝たくない。今日までにするけどね、その話は。本当にいいホテルなんですよ。そう、どこ泊まってるか、ちょっとさすがにね、僕はコンベッドファンがいるので言えないですけど。そうな、うん、おしょっちゃうからね、本当に、うん、ホテルまでの対応も良くて、うんうんうん、ホテルにね、なんかこういう本とか置いてあるんですよ、各部屋に。ちょっと、ああ、ちょっと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 、何ですか、谷本さん出てるからこれね。ほら、こういう本が置いてあったりするんですよ ね、うん、ね、どこ止まってるかは言えないんですけど。そうね、うん、このくだり前もやったんですよ。君さっき言ってたけど折り鶴だったんですね。あーあーあーあああ、そう、うん、そうだね、なかなかこういう気遣いできないですよ、ホテルは。いいホテルなんですよ。いいホテルですね、はい、確かにね、うん、社長もね、まあ、美人さんだっていう話だね。そうなんですよ、ね、まあ、やっていくわけですけど、うん、いやいやいや、ね、はい、まあそれはさておいて、終始です、終始報告は、はい、今日は、うん、海のね、うん、H19 かな、うん、アグネス、うん、ホーミフォーアグネスを売ったんですけど、回転数はね、まあ、25ぐらいありましたね。うん。うん。申し分ないね。申し分ない。うん。うん、よかったんですけど、うん、結果は、まあ、マイナス6000と。そうね。中途半端な結果になりましたけど。微妙な感じになっちゃったね。微妙な感じで。うん。あれも当初のね、目的のチョダマをするってところだね。そうですね。うん。うん。先発ちょいぐらい、お互い先発ちょいぐらい、うん、できたので、うん、はい。これをわらしべ長者のように、明日からはもう増やしていくと、うん、だけです。ですね。はい、あ、もうこっからはね、ちょっとそろそろ勝ちたいなっていう。そう、いや、これからですよ、本当に。まあね。うん。で、今日はアグネス以外も本当クリーン調整の台が結構あったんですよ。うん。うん、で、今後ね、ちょっとまあ再プレイで打てて、うん、もう10日ボードは絶対超えてると思うので、うん、本当に球増やしていけば、うん。うん、10万発、10万発ぐらいで、うん、福島アウトできるんじゃないかなと。ああ、いいですね。うん。うん。
早くそうなっておきたいな、うん、そう頑張るわ俺も勉強頑張る。そうですね、うん、そうすれば次の、県では、うん、五つ星ホテル、シラトンホテルとかリッツカルトンとかリッツカルトンとかいけるかな、いけるかな、いけなくないかってやりましょうよ本当に。そうだな、パチンコで勝って五つ星ホテル泊まってやったぜみたいなのやりましょうよそれいつかやりたいね本当にね、うん、うん、本当にやってみたい、うんうん、リアルなね、全然飲み気じゃねえじゃん子供さん。いや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 、やりましょう、うん、ああスイートルーム、うん、うん、ということでね、うん、はい、明日からも頑張ってきました。明日からもちゃんと今までね、3日間腰まで全然行ってなかったですけど、うん、明日から早く起きていきましょう。行きましょう。加藤。はい。はい。はい。いつもなんか最後グタグタになりませんか。そう、俺に言うそれ。なんか決めるんじゃん。この際だから。うん、なんかあの、ね、お別れの挨拶、セリフ的な。そうですね。はい。あれしようよ、あの、いいね、高評価お願いしますとかさ、チャンネル登録お願いしますとか、あのくだりやろうよ、はいはい、これそれ最後に、あの、得意のあの、ブンブンじゃんけんやって大丈夫ヒカキンさんの動画見てないもしかして。そうです、最初はブンブンってやってんじゃん、じゃんけんポンってやってんじゃん。パクリは良くないですパクリは良くないです。いや、まあまあまあ、それで YouTube で一番やっちゃいけないパクリですからねお前がよく言うよ。え？ね？見た、ね？見てる人はね、わかるかもしれないですけど、あのサムネ見ました？白い文字でさ、上半身裸になってさ、聞けって書いてあるやつね。あれなんかあったんですか？いやいやいや、もうあれ、ね、どう考えても柴田さんのネタだよね。柴田さん？知らないの？まあその反応はその反応でちょっとまずい気するけどさ。柴田さん。柴田さんね、あのプロレスラーのね。はい、じゃあバイバイ。はい、バイバイ、はい、バイバイ。チャンネル登録してね。